新生活やテレワークの増加で気になる音について、こんなことでお困りではないですか？はぁ、あれ、何か悩んでる？ちょっと最近テレワークが多いんだけど、会議中の声がお隣に漏れていたりしないか心配なのよね。それは心配だね。じゃあ音とは何なのかについて考えてみようか。唐突ね。音とは物が振動すると、その振動が空気を振動させ、その振動が人の鼓膜まで届き、鼓膜が振動することで音として認識されているんだよね。ひとえに音といってもいろいろな音を普段聞くよね。それは音が3つの要素によって成り立っていて、それぞれの違いを識別することで音を認識しているんだよ。その3要素は音の大きさ、音の高さ、音色。あれ、私の音漏れの話は？この3要素を物理学的に言い換えると、音波の振り幅、音波の周波数、音波の波形で表すことができるんだ。まずは音の大きさについて。音の大きさは振動の幅が大きいか小さいかで決まるよ。音の大きさイコール音量の単位はデシベルで表されるよ。次に音の高さについて。音の高さは振動する回数が多いか少ないかで決まるよ。振動数が多いほど音は高くなるんだ。音の高さイコール周波数の単位はヘルツで表されるよ。人間の聞くことのできる音の範囲を過聴限界周波数といい、この過聴限界周波数は一般的には 20Hz から 2万Hz とされている。音の3要素、最後は音色について。音色は音波の波の形の違いによって聞こえる音も変わってくるんだ。例えば同じ周波数でもピアノとフルートの音波の波形が違うから音が違って聞こえるんだ。音のことについては分かったけど、私の悩みの音漏れはどうしたらいいの？音についてはここまでにしておこう。ということで、ここからは音漏れ防止について考えよう。テレワーク中に発した声はどういう伝わり方をするか分かったかな？声が空気を振動させて、振動がお隣さんとの間の壁を震わせて、お隣に振動が伝わって音が漏れるのね。そうだよ。壁に工夫ができればいいけど、ちょっと大掛かりだよね。そこで簡易的に割とすぐ手に入るもので、どの程度音漏れ防止ができるか試してみよう。それを待ってました。それじゃ3つのパターンを試してみるね。隣へ伝わる音、透過音を抑えるためには元の音をより多く反射させて通さない。壁の向こうに振動が伝わらないように吸収することがポイントなんだ。そこで遮音材に段ボール、吸音材にスポンジを使ってみよう。吸音材には小さな穴がたくさん開いているものが挙げられる。穴を音、空気振動が通り、空気摩擦により音エネルギーを熱エネルギーに変換している。グラスウール、ウレタンフォーム、手に入りやすいものではスポンジがあるよ。遮音材は伝わる音を跳ね返し遮断させることができる。石膏ボード、コンクリート、手に入りやすいものでは段ボールがあるね。これなら私でも用意できるかも。